はい、どうも、はじめましての方は、はじめまして、せつさかなと申します。今回もね、スプラトゥーン2のガチオコ、X 目指して頑張っていこうと思うんですけど、今回はなんとですね、タチオがね、やってるタイミングでやれることができたので、ちょっと変わり映えしない、画面から、ちょっと違う戦いを見せれたらなと思っておりますが、早速死にましたね。まあ、ナイス。今日あんまり調子が良くなくてですね、実は。そこから行く、飛んできちゃう、びっくりした。うわー、どうもこんばんは。びっくりしたですよ。やばい、二人いた。誰は聞いてねえんだ。うん、はいか。割とこっちからしか来ないんですね。まあそういうもんか。上から降ってきたんだけど、なんかインクがだよね。いやー、腹立たしい。腹立たたたた。後ろじゃん、やっぱり。もう普通に騙された。いつ戻ったんですかね。あれれ、おかしいぞ。困ったな。90だからすぐ追い越せるには追い越せるんですけど、困りましたね。いけんな。今3落ちでしょ。あとローラーにさえ気をつければ、リードは容易だね。カモンって言われたのに全然違う道行ってて、ごめんね。言われた頃に遅かったんだろう。まあでもだいぶ進めた。やったね。このステージあるとチャーを持ってくる人が増えるのでね、だいたい1対1ぐらいいるけど。ねえ、やだ、帰って。君みたいなのがいるからね、自陣もされるんだよ。知ってる？帰った方がいいよ。違う、カモンじゃないんだ。来ないでほしいんだ。ごめんな。やられたって押したいけど、まだ死んでないって。死亡は確定してるんだけど、着地のあれで。困ったなあ。やばい、それ以上危ない。それ以上危ねえ。無理やりにでも歩いてきてたら死んでたよ。危ないなあ、もう。今のはまあ間違ってないですよね、多分ね。結構いましたからね。で、結局やっぱそっちから行くんだね。壁をちょっと塗っておきたいんですが、あ、なんか死んだ。うわー、ローラーこっち向いてた。うわー。頑張れ。落ちてる。あと数ダメだぞ。どこに飛ぼう。悩んでる時間が大変もったいない。あ、でも全落ちですね。ナイスナイス。進む？これ取った方がいいのか、取らん方がいいのか、ようわからんなぁ。あぶねえ。なんで死んでないの？もうほぼ死んでるレベルだって。ナイス。威力が。メイン強化すまない。死んだのでは？さようなら。1カウントって怖いなぁ。怖いけど、あっち登られなきゃいいんだら？なら、あんだら、あんだろ。登れなきゃいいなら、壁塗っとけいいんだろ？痛い痛い痛い。痛い。
よし。壁塗っとけ。よし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 。壁塗っとけ、壁。壁塗っとけ。進んでこんねえ。おー、いいね、いいね、いいね。見てるだけになっちゃうね。さよなら。さよなら。見てるだけの人だった。でも、高みからね、華麗に着地で、勝てたので、よしとしましょう。いやー、やっぱね、縦長で結構、滞空時間とか長かったりで、結構いろいろ、と、あれですかね、ステージ自体縦長でちょっとめんどくさい移動が、ステージなので、結構戦い方が差が出るんですけど、楽しいですね。はい、頑張りましょう。うん、うん、うん。チャがいないんですね。珍しい。よかった。なんか結構ちゃんと編成があれですね。お互い1ずついる感じの。負けんぞ、これは。今回は負けんぞ。わ、まあ、ダメだ。撃ってないんですよね、味方が。なんか、他のステージだったら割とみんな撃ってくれるんですけど、このステージ割とみんな横から行ったりする人が多いので、もう突っ込まないが吉かもしれない。もうなんか心折れちゃった。このステージ何回やって何回割れて死んでんのってぐらい、10回中8回ぐらい死んでますからね、これ。取った方がいいかった。まあ、いっか。でもみんな死んでたなら、復活タイム的に取った方がよかったかね。壁や、いいよ、大丈夫。それより敵っていうか道を。後ろを気にしてくれたのすごくいい人だった。飛んじゃおう。大丈夫かな？あ、べ。今のはいけないことをしましたね。ごめんなさい。取るべきじゃなかったのは分かってたんです。ごめんなさい。大変申し訳ないです。すみません。まあ、負けてるわけじゃないから、多少許されるとこは。はい。まあ、矛倒せたからいいです。足止め。ナイスナイス、いいよ、割れそうだね。初動でそれやって。初動でそれやって。こうボム投げてくれるだけで全然いいから。こっちには来なさそうですね。なぜなら、危ない。あ、くそ！もうね、ノバブラスターだけ本当にダメ。相手にできない。大体負けるんですよね。悔しい。本当にダメだ、あいつ。ぴょーん。アンビア、違う道から行った方がいいよ。吸い込まれた。うわー、着地を落ちれんかった。押したけど、発生できんかった。発生。発動。発動。あいつどうしようかな。何にやられたん？何がいたん？ボルドか。ボルドなら仕方ないな。ごめん、死んだと思ってた。ちゃんと見ような。はい、ごめんなさい。どちらにせよあのタイミングで撮るのは若干間違ってたんで、あれですね。ごめんなさいですね。これ壁乗れない。壁さ、僕すげえ塗るの向いてないんだ。わかる、気持ちわかる。どこそれ？そっち？行ったってのでバレてん。
しょぼんぬ。ここの所在が全然わからんかった。そっち行ってたんか。壁、この人すごい右行くけど、意味ある？そんな進んでいい？大丈夫？手薄じゃない？ほら、ナイス。ナイス？壁塗ってくれるんちゃうん。塗ってくれると思ってジャンプしたら敵の方叩いてた。自分で塗れと。すいません、甘えました。甘ったれてました。ごめんなさい。それぐらい自分でやるべきでしたね。すいません。すいません、ローラー先輩。まあ、あとはちょっと全員が無駄な油断をしなければよほどですね。うわ、すげえすげえ、なんて言うんだっけ、スナイプ違う、そんな感じじゃん。かっけえ。遠距離射撃でしたね、今のは。かっこいい。僕、ジェッパがそんなに上手くないから。ジェッパが上手くないから、ジェッパ使える人マジでかっけえなと思う。エイムが悪いんですね、多分ね。しょぼーん。勝ったからいいんだ。勝率があまり良くなくなってきました。敵タイプ2本で味方が2人上に行っちゃったんで割られるんですけど、無理しないでね。でも敵もなんか割に、あ、いい裏取りですね。味方のサポート完璧か？完璧だな。初動割らんかったけど、全然いけましたね。え、完璧か？ずっとこの味方でいいわ。ずっとこれでいいです。わー、ありがとう。わーい、わーい。敵もこれがいいです。すげーひどいやつだな。やったやったもう割れてしまう。あんまり負けたら割れてしまうんだが、あまり負け試合は載せてないと思うのであれですけど、結構負けてるんですよ。ここ折れちゃうですよ。 4K が2本、 4K じゃなかったわ。敵竹2本とはいえですよね。これいけるかな。おーっと、なんか、獲物が、みんな、に落ちだよ。あ、ごめん、僕取らん方がよかった。やばい。うん、頑張った。え、ノバブラスターはやっぱり直線上じゃなくても殺せるのはマジで強いですよね。壁裏にで避けてても当たるので、ずるいわー。ずるいわー。もうちょっとやったんやな。味方もナイスでしたね。結構ちゃんと壁を塗っとってくれたから、進めたところがあるので。あえて奥に来ちゃったんですけど。よくなかったね。着地使おうと思ってたんだけど。止まってなかったわ。どこいる？来たわ。クリティカル入った。クリアッチ。いや、でもですよ。でもですよ。こういう仕事なんで。
かったか。なくなる。下手くそじゃん、マジ。エイムが悪すぎ。いや、この勝てるところで本当に取れないのもったいないですよね。はい。進んでもいいと思うんだけど、どう思う？よそつ圧かけてるだけだから。どうしようこれ、もう爆発で死ぬわ。あれで生き延びてるだけだったね。すごいね、進めなかった。ごめんごめん。え、でもしゃあないな。結構ちゃんと防衛されてたんで結構きつかった。チャーで対物じゃねえや。メイン強化積んでんのあんまりいないですよね。珍しい。強化するべや。なくなりしちまった。ごめんね。いいよ。そういうこともあるよね。2本チャージャン。枯れたな、今のは。いや、枯れたな。4落ちいけたな。あー、やばいな。今気づきました。いつですかね。今味方3人です。1人チャーがいないですね。これあと4、この4カウントを1分、これキープしなきゃ。結構危ないですよ。何？え、カーリングボム？あー、落下中のボムか。いや、今のはうめえ。調節がうまい。僕も結構ちゃんと調節して打つんですけど、あれうまいですね。カーリングボムはなんかちょっとでも溜めないと爆発範囲が小さくなるようなので。ちょっと待ってよ。こっちのチーム3人なんだよ。手加減してよ。うわ、待って、今の勝てんの？チャじゃない。着地使わんかったら、使えてればよかったねっていう言い方で、そうそう。使ってれば絶対いけました。今のかっこよ。彼かっこよ。気持ちいい。ナイス、気持ちいい。いいぞ、いいぞ。強いぞ、強いぞ。あと13秒でしょ。4落ちあそこまで行くことはできないだろうから、進まなければ。来たよー。かわいい。かわいい。進むなよ。進むな、進む。下がれ。危ないな。チャーがいるんよぞ。気をつけてくれ。わかったー。よかったー。よかった。マジでよかった。もう、死ぬかと思った。うん。よかった、マジで。もっと上がってくれてもよくない？落ちてたんだよ、一人。よしよし。これが、ステージ前のラスト試合です。頑張りましょう。最後積んでっから来てくれるかな。そうそう。なんで当たらんのあれ。なんでそんな前線に飛んでくると思ったのか。わかんないわ。見当も使おう。引かれた。近すぎた。着地使えばよかった。毎回言ってんな、着地使えばよかったって。なら使えば。使いちぶっちゃうんですよね、いつもいつも。
抱え落ちしたらそんなに減らないから、着地はね。あっばっば、無理ー。個人的な主観ですが、ジェットパック飛んでる時ってなんか防御力弱くありません？なんか割とちょっと当たっても死ぬ気がするんだけど、みんなあれかな、結構食らってやばい時に使うから、元の蓄積ダメージが多いんかな。よし、いいぞ、頑張れ。お前頑張れ。シシャモみたいな名前のやつ。シモノ、シモノ、シモノか。きついな。帰るわ、一回帰れんわ。帰らせてくれてもええやんけ、ナイス。僕は逃げようとしたのに、彼は、彼女は、一人で耐えて、よう死なないね、むしろ。むしろよう死なないね。あれは飛ぶわ。やっと死んだね。そして死ぬかな、あいつ。それそうだな。まあ、行ってないんですけどね、そっちは。やばい。助けて誰か。助けて誰か。痛い、痛い。死んで楽にさせてやろう。という意味での助けては求めていない。やばい、引っかかった。ダイナモは一番危険物ないじゃん。ここにファーファー、痛い。ダイナさん、どこらしにいらっしゃいましたね。そこですか。ずっとそこにおったんかい、むしろ。遠くから飛んでくんなと思っとったら。なんで当たるん？頑張れ。頑張れ。強く生きろ。いいなぁ。殺す！あ、殺せん！行くぞー！死んでも殺したかったのに、やばいなぁ。でもなんか風呂がいるから大丈夫かな。風呂への絶対的信頼。幼稚。はい、ナイス。はい、勝ち。ああいう場所での風呂って強いですからね、この辺から撃てば。取りたかった。いや、強いわ。何も散ってないわ。ありがとう、本当に。ラスト勝ててよかった。キルス？うん、見えない。見えない。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。一応ね、S プラ3まで上がりました。ちょっとひび割れが入ってますけど。まあね、ここからあとプラス7ぐらいかな。したらもう、X に上がれると思うので、もう少しね、頑張っていこうと思います。それでは、ここ。までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価とかしてくださると嬉しいです。他の実況とかもしてるので、よかったらそちらもご覧ください。それではまたねー。